なんで飛ばへんのやろ、なついてるみたいに。はい、皆さんこんにちは、道端です。梅雨の中休み、まさか5月の半ばに梅雨になるとは思わなかったけど、梅雨の中休みの今日この頃いかがお過ごしでしょうか。今日はですね、かわいそうな蝶の様子をお知らせしたいなと思います。村に、ね、いる蝶ですけれども、これは関西ではいなくて見たことなかったですね。僕は調査員になるまで。でも見たらすごい綺麗なのに、やっぱ調べたらかわいそうやなってね。どういうところがかわいそうなのか、どうか最後まで見ていただければなと思います。それでは See you。 ちなみにこのチャンネルは自然環境調査の仕事を13年して日本中の憧れ生き物に出会ってきた後、今は岡山県の人口1500人の辺境の村西アークラ村に暮らし、鹿の解体などをしている僕が、かつての僕のような生き物大好き少年少女やそのお父さんお母さんに出会ってほしい生き物やその探し方を紹介しながら、その子供たちは一体どこへ向かえば幸せなのかを探求していくチャンネルです。村もようやく暖かくなってきて、この時期独特の俺の大好きな蝶々が飛び始めました。ちゃんと映るかな、これなかなか撮りにくいね。薄柱蝶というね、ちょっと北方系の蝶々、もうちょっと緩やかに飛ぶんだけど、映ってるのか後で確認しないと分かれ。この時期しかいないですね。えらい忙しそうやな。うわーって飛ぶねんけどな。ちょっと撮ってみましょうね。これでは分からんから網で。はい、これがさっき飛んでた薄柱蝶です。薄柱蝶って言ってもアゲハ蝶の中は原始的なね、すごい。で最近薄葉アゲハとか言いますけど、ちょっと独特でしょ。これもさっきマダラと一緒で粉がつかない、なんか蜂みたいなね、半透明の綺麗な羽ですが、形もちょっと別の持ち方しましょうか。羽の形が見えへんから。ピッ、ほら、かわいい、綺麗な。こんな薄柱蝶、綺麗よ。ほら、この時期だけ。お、なかなか飛ばへんな、これ。ラッキー。美しいでしょ、ほら。ほらほらほら。なんで飛ばへんのやろ。なついてるみたいに。かわいい。美しいですね。で、粉がつかへんっていうのがやっぱりいいな。原始的な。あげや。ほい、ほい。はい、皆さん今日の動画はいかがだったでしょうか。これね、何もかわいそうなことないやないか、綺麗なだけやないかって思われるでしょうけど、実は生き様がかわいそうでね。なぜかというと、あれが成虫が卵を産んだ後、卵のまま夏も冬までずっと卵のままなんですね。正確に言うと卵の中で幼虫には1回なるんだけど、そのまま卵の殻の中に入ったまま夏を通り過ぎて秋も通り過ぎて、冬の、年明けたぐらい、1月2月になったらやっと卵から出てくるというね。で、幼虫になって、夏ちゃんはこの5月頃に1回だけ出てくるという蝶々ですね。なんか夏も冬もほとんど秋もね、ほとんど卵の中にいるっていうのがね、ちょっと僕的にはそれでなんか人生というか蝶生というかね、蝶の人生、なんていうの、命をね、楽しんだと言えんのかと思ってね、大きなお世話かもしらんけど、あんなに綺麗のに、もっと楽しんでほしいなと思っちゃうので、かわいそうな蝶という感じの表現をしてみました。この蝶、もう一個かわいそうな点があって、ちゃんと撮影できるといいんだけど、村ももう5月終わろうとして撮影できるチャンスがね
なかなかないんですね。気温の高い、気温の割と上がって晴れてる時に行かんと飛んでなくて、何回か行ったけどね、撮影してから飛んでなくて、ひょっとしたらもう時期終わってしまったのかなと思うんだけど、撮影できたらもう一個かわいそうな点をレポートしたいなと思います。それではまた次の動画で。See you.